赤木家の三劇は、日本の推理作家、角田菊男が表した、長編推理小説。別題は、重厚に、笑い不男、または、雲海界、不男。1947年5月号の、小説誌に、重厚に、笑い不男の題名で、一挙掲載された長編ミステリー。作者のシリーズ探偵、加賀美圭介捜査一課長の長編第一弾で、 同シリーズでは実質的に最初に執筆された作品である。本人殺人事件、極門刀、死生殺人事件、不連続殺人事件などと並ぶ戦後直後の推理分断の機種的作品の一つであり、代償様々に組み合わされた複数のトリック、鮮やかな登場人物の描写などの面で高い評価を誇る日本ミステリー史上の名作。 1945年11月7日の午後3時、警視庁の鏡捜査課長は、たまたま入った日比谷の喫茶店、リベラルにて、注文した飲み物に雲が入っていたとわめく、若者の姿を目にした。そしてその時刻、九段の若者、高木五郎の実家で、詐欺の宮の資産家、高木家の当主、高木公平が睡眠中に何者かに射殺される、事件が生じていた。 鏡は五郎がアリバイ作りのため、先の騒ぎを起こしたのかと推察。さらに捜査を進める中、五郎を含む高木家の家人、親族、使用人の多くが、認否人の公平を嫌っていたことが判明する。彼らにはそれぞれ動機があり、また何人かは、拳銃の扱いにも長けているようだった。だが、皆一様に殺害時刻のアリバイを持っている。 やがて捜査が進んで、新事実がさらに明らかになる中、またも新たな事件の展開が、ありがとうございます。